こんにちは、はじめまして、アベマヒルズの徳永と申します。よろしくお願いします。梶田光さん、13歳、まだあどけなさが残る中学1年生です。しかし彼には他の人にはないある才能があります。今日は上数H 付きオイラー双子型メルセデス超完全数について発表させていただきます。よろしくお願いします。ズーム上の大人たちの前で楽しそうにプレゼンする梶田さん、その内容は完全数に関する研究です。梶田さんは13歳でありながら大学の教授たちを前に堂々と発表を行う数学者でもあるのです。完全数、2の何乗っていうのとこれの掛け算で完全数はできてたんですけど、この右側の部分をこれをメルセンヌ素数っていうんです、ね、メルセンヌ素数、はい、難解な数式をいとも簡単に説明する梶田さん、突き抜けた才能を持つ若手人材の支援を行う孫正義育英財団の財団生にも選ばれました。まさに異能の若き天才、数研一級と英検一級特別賞も受賞、さらにはピアノでも頭角を現しています。そんな梶田さんの才能はどうやって花開いたのでしょうか。数学とか、はい、数字とか算数みたいなものに触れて面白いなって思ったのっていつぐらいからですか。お母さんが言うにはなんかこう1歳2歳とかの頃にこう数字のこうパズルとかこう電卓があったのでそれをおもちゃにしてたりとか、あとこう なんていうんですか、あのカウンターとかでこうずっとあの9999になるまでずっと遊んでたりして。九九とかはいつぐらいから触れてたんですか。いろいろ九九の表みたいなのがとお風呂とかに貼ってあって2歳くらいは好きで見ていましたね。え、2歳でもう覚えてたんですか。はい、そうですね。すごいいろんなものに興味があって、なんかやっぱりこう記号が好きだったので、あとリズムでなんか覚えやすかったので、なんかこうくくってリズムがいいので、なんかそれですごい覚えるのが楽しかったっていう。幼い頃から数字に強い興味を持っていた梶田さん、そんな彼が数学に本格的に興味を持ったのは小学1年生の時。母親に買ってもらった400ページ以上ある数学の要書がきっかけです。初めてその要書をお母さんからもらった時はどんなこと覚えてますか。はい、なんかすごいワクワクしたんですけど、中身見たら全部英語なのでやっぱりわけがわからないんですよね。英語の先生がこう僕のわかんないところをいっぱい書いていて、それを英語の先生と一緒に見てもらってっていうようなことをやっていました。英語を訳しながら3年かけて読んだといいます。とにかく新しいことを学ぶことが楽しかったという梶田さん、11歳の時には数学の新たな定理も発見、数学者への道を着実に歩み始めます。その新しいその発見をした時っていうのは周りの反応はどうだったんですか。やっぱりこう自分がこう今研究してるテーマってこう同じ研究をしてる人じゃないとやっぱり全然わからないというか、こう新しいことをやってるとこう専門性が強すぎるというか、そういうところがあるので、やっぱりこういつも新しいのを見つけるとあのすぐにこう今の伊高先生にこうメールをしてで見てもらってっていう感じですね。数学に熱中する梶田さんの相談相手は79歳の飯高茂学習院大学名誉教授。飯高教授は
大数幾何学のリーダーとして世界的に知られる数学者の一人です。年の差実に66歳、孫とおじいちゃんほどの年齢差ですが、飯高教授にとって梶田さんはどんな存在なのでしょうか。まあ、尊敬すべき数学者ですよ。それ以上でも何でもないという、本当に数学者として対等だし、座る点もあるしという、そういう感じですね。だからまあこういう学生に、かつて私も現役の教授だったんだけども、リタイアしてからこんな素晴らしい学生で出会えてとても嬉しいっていう、そういうことですね。13歳にして世界的な数学者に対等な数学者と言わしめる才能。飯高先生がおっしゃってたんですけど、ある数学者の先生がいて、朝起きてよし数学をやるぞっていう人は数学者にはなれなくて、朝起きても寝ててもずっと数学のことを考えてないと数学者にはなれないっておっしゃってたっていう話が、はい、ありますね。どうですか。はい、なんかすごい。さんはそうですね、やっぱりこうずっと興味がある研究テーマを本当にやってるとずっと考えているので、それは本当にそうだなと思いました。梶田さんが数学に打ち込めるのは母親が好きなようにやらせてくれたからだといいます。突出した才能を持つがゆえに義務教育の枠組みからは大きく外れ、小学4年生の時には学校に通学せず家庭に拠点を置いて学習を行うホームスクーリングという形を取ったこともあったといいます。やっぱりこう数学だけやってていいのかなっていうのはちょっと思ったことはあります。はい、一回こう小学校の時にホームスクーリングをしていたことがあって、それで一回そうやって思ったっていうことはありますね。それはでもどんなふうに乗り越えたんですか。やっぱりこうお母さんがずっとやってていいよって言われたのと、やっぱりそれでもこう自分のなんか他の分野の勉強ができるっていう環境ではあったので、なんかそれで数学の勉強をやりながら他の分野の勉強もできるので、それで、あ、これでいいんだなっていうふうには思いました。たまたまこうお母さんがくれた教材とか英語の先生がそれを一緒に見てくださったりとか、やっぱりこうそういうのがなければここまでこう数学が好きになれてなかったので。とにかく数学が大好きでご飯も忘れるほど夢中になるという梶田さん、そんな天才数学少年の今後については。今差し当たってのそのひかるさんの目標みたいなものはどんなところにあるんですか。今はこうどんどん新しいこう定理とかを作ってそれを発見していきたいっていうので、まあ、将来の目標っていうのはこう数学の中にもいろんな分野があるんですね。例えば僕が今研究しているのは、初等整数論っていう分野で、他にもまたいろんな分野があって兼論だったりトポロジーだったりグラフ理論だったり、こういろんな分野があるんですけど、将来はそういう数学の中の一つの分野っていうのを新しく作って研究していきたいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。